なんかメディアもファンも買って当然と舐めてる模様。こういう時の日本はあかんぞ。これ負けるやろ。みんなイタリア舐めててビビるわ。油断して負けるのマジであるからな。ワールドカップのコスタリカ戦がそうだった。思い出せ。コスタリカは普通に日本より上のチームだろ。そもそも侍ジャパンに関しては優勝しないとダメなレベルの投手の戦力だよ。勝って当然で4連勝してるやん。レベルが違う。マジでなめんな。アメリカがあの打線でメキシコに負けてる時点で野球はピッチャー次第だわ。イタリアのピッチャーが神ってたら負けることも普通にありえるわな。投手は正直そこまでじゃね。野手は普通にメジャーリーガーちらほらいるし怖いけど、最強打線がイタリアの投手に抑え込まれるのは考えられない。多分こん中だとエース格のハービーも球数ルールで投げられないし、ハービー使えたらワンチャンあったけど投手層弱すぎるから勝つやろ。 WBC イタリア代表プール A、B10 チームで現役 MLB 選手最多、プール A、B10 チームで MLB 経験者最多、今大会7投手が150キロ以上計測。散々言われてるけどイタリアが格上を破ったとか番狂わせ起こしたとか報じられてるのは本当にミスリードで、普通にプール A で 1,2 番目にて弱いよね。どうしても偏見とかで弱いと思われがちだけど、日本の倍のメジャーリーガーがいるし、普通に舐めてはいけない相手だと思う。ここからは絶対に負けられないからなおさら。先発は大谷、ダルが濃厚なの？おそらくそう。ダルなんか嫌な予感するわ。というのもエラー絡みの失点とはいえ韓国打線に結構捉えられてたから。イタリア左多いから第2先発今永がいいけど、もろもろの事情でダルで行くんやろうな。加えて大谷が投げる試合は打者大谷が打たないデータがあるとのこと。それも割と心配。普通に向こうの方が格上よな。だから大谷ダルで無理やり勝つつもりなんやろな。イタリアは大谷ダルを打てんやろけどこっちも打てるか。大谷はわからんがダルは韓国にも打たれてたし点取られると思うで。ダルで3から5点取られるの覚悟しといた方がいいのでは。日本が勝つには6から8点くらい必要になりそう。一応今回の日本の投手陣は全チームナンバーワンやから悪くても3点くらいだと思うけど、4番がチャンスブレイクしそうなんだよな。とりあえず村上打順下げないと。あれ4番固定してたら負けると思う。なんか嫌な感じするんだよな。グループ B が全部圧勝だったから緊張感なくて勝負感が鈍ってるというか、マジで気を引き締めろよ。まあグループ B が楽勝すぎて楽観的になりすぎてるところはある。現役メジャーリーガー8人、マイナーの選手も15人って聞いてビビるよな。打線にメジャーリーガー8人って時点で全然やべえやろ。ガチでやばいよ。なのにメディアも何 J も楽勝みたいなムード出してるからな。準決勝は当たり前だと思ってる。普通に打線にフレッシャーとかいるし、歴代の準々決勝でも一番の強敵だろ。投手陣で一人くらいは炎上するやつ現れそうやから、中国戦みたいな残塁ジャパンかましてたら普通に負ける。東京ドームなら負けんやろ。アメリカの球場ならわからん。現役メジャーリーガーつっても有原ドスコイレベル混じってるやろうし、日本は第1ラウンドでアマチュアレベルとしかやってないから鈍ってる可能性はあるが、普通にやってれば勝てるし、勝たないとダメだよ。